こんにちは、モニーです。本日はマランタをご紹介したいと思います。見た目どう？面白いでしょ。この植物、葉っぱがさ、葉っぱの模様がさ、ちょっとこう虫の背中みたいな感じで、ちょっと気持ち悪いんだけど、なんか面白そうだなと思ってね、行きつけのお花屋さんから一目もらってきて、水に挿して置いといたら根っこが出たから、こう立派な鉢になりました。でね、このマランタは熱帯アメリカ原産なんです。耐寒性はだから弱くて、耐暑性が強いですね。はい。で、年間通して、明るい日陰に置くのがいいんです。直射だと葉が丸まっちゃうんだね。うん。でね、表土が乾いたらたっぷり水をあげましょう。貝殻虫とか肌荷がつきますから、見つけたら駆除してください。しかし貝殻虫ってどこにでもつくね。ほんと嫌なやつ。ということで、以上モニでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また面白い植物アップします。